はい、これから Bluetooth の同期をやります。まず、イグニッションを5回オンオフを繰り返します。その時に、カチッという音がしますので、それから、こちらのリモコンの FR ボタン、小さいリモコンの1、2ボタンで、Bluetooth のアンテナのこのボタンを押します。3回カチャっていった後に、15秒ぐらい待ちます。はい、こちらで、同期が完了しました。そこで、もう一度 Bluetooth を押してサーチを押します。で、こちらの方の、アプリを開いて、探します。はい、同期完了です。はい、オールボタンを押して全上げします。はい、チェックします。4番、はい、4番全下げボタンを押します。ちょっと反応が鈍いですけれども、これは Bluetooth の反応です。はい、今度は全上げ、今度は走行車高、はい、はい、いろいろ違ってきます。はい、リア、今は、コンプレッサーの電源は切っております。はい、ということで同期完了です。